なところにいないで、もっと花の話を聞かせてくれませんか。ねえ。ねえ！彼は恐怖を司る存在。こんなにおどおどしているのに不思議ですわね。水無さん、これは。なあ、三人ともお前の作ったキャラじゃないよな。もう一人リプカというものがいますが、今はいません。どこへ行ったの？何をしてるの？さあ、私たちそれほど親密な関係性でもないものですから。何者だ、ルーデンスとは。まだ何者でもありませんわ。あなたの心のままにお決めください。はぐらかすなよ。お前らがこの世界の存在でないことは俺やシーナにはわかるんだ。これは異なことをおっしゃいます。本当のことを言うと、私たちもわからないのです、自分のことが。ある日私たちはここにいて、ここがストレインエリアという存在で、私たち4人はルーデンス。そう決まっていました。それ以上でもそれ以下でもありませんわ。答えになってねえよ。ルーデンスと名乗るこいつらがシーナのように現実の人間が操るプレイヤーだとしたら、悪意を持ったアグルの奴らか、いやハッカー集団かもしれない。どうなんだ。仮にだ、お前らが現実世界の人間だとしたら、取り返しのつかないことをしてんだぞ。ここはバグだらけで不安定な世界だ。最悪死ぬこともあるかもしれない。お前らそれを分かっててここにいんのか。水無さん、あ、現実世界？リリーたちの前で向こうの話は。 NPC たちの前で話すのはまずいってのは分かってる。この世界のことを知るために今はこいつらを問い詰めないと。アラタ様、真理と呼べるものが一つ。様だと。私たちはあなた方とは違う。そしてあの子たちとも違う。リリーたち、 NPC とも違うというのか。やはりこいつはゲームという大枠を理解している。そして味方でも敵でもありませんわね、みんな。はい、紅茶でも入れましょう。皆さん、教えてください。私たちはこの空間に招かれたのですか？それとも偶然入ってしまった？あなたたちは私が呼んだのよ。一つお願いしたいことがあって。お願い？
私たちルーデンスに感情というものを教えてほしいの。それはどういうこと？君たちには感情がないの？どうかしら。ただこれはアラタ様の問い、私たちが何者なのかに答えるためでもあるわ。時々ここに来て私たちと話をする。ただそれだけでいいの。なあ、アラタって誰？さあ、わかりません。いけない、今ルーデンスが水出しさんの名前を。どうしよう。もちろんただでとは言わないわ。お願いの代償として私たちがあなたたちの冒険の手助けをしてあげる。見えるでしょう、背後にある無数の扉。これらは世界中のあらゆる場所に続いているの。伝説の天空都市は存在自体が不明だから、つながっている扉もここにはないけどね。ハーティスにゴダール、これからあなたたちいろんな場所に行かなければならないのではなくて。おい、ハーティスのお姫様、お前がほったらかして出てきたあの国、今めっちゃくちゃになってるぞ。ああ、そういえばそんな話も聞いたわね。マーターズどもを相手に生き残った衛兵たちが王の間に立てこもって負け戦を続けているとか。そんな、なんてこと。なんでも王女様が帰還するまで王宮を守り通すんですってよ。彼らの忠誠心、泣かせますわね。さあ、どうします？事態は一刻を争いますわよ。確かに、君たちの提案は私たちにとっても有益のようだ。しかし、本当に君たちを信用していいかどうか判断しかねる。お好きに。シーナ、驚かせてすまん。現実世界についてリリーたちは後でごまかすとして、こいつらどう思う？敵というわけでもないみたいですよね。もしかしたらこの世界が変わり果てた原因について聞けるかもしれないですし。紅茶が入りました。本日はアールグレイです。お口に合えばいいのですが、シーナさん。え、ありがとうござい。いらない。ルシル、リプカの仲間のあんたたちなんか、いや、助けなんていらない。ルシル、落ち着いてください。彼らの言うことが本当なら、私たちがオデュッセイアへの旅を続ける上できっと不可欠な助けになると思います。どうして平気でいられるの？こいつら人殺しの仲間だよ。ですが、あなたの里へもハーティスへもこれから向かわなければならないのは事実なのですから。自分がハーティスに帰りたいだけでしょ、そんなの。
ルシル。とにかく私は嫌なの。世話になんかならない。待てルシル、一人で行くんじゃない。どうしましょうクマさん、ルシルが勝手に扉を開けて出て行っちゃいました。くそ、交渉決裂か。たく、仕方ないな。ルシル待つのだ。シーナ、俺たちも追うぞ。はい。素敵ですわ。まるでいびつな水がめから今にも溢れ出しそうな液体。シーナ、一つ忠告しておくわ。この世界を出ちゃダメ。シーナ！はい！ここは？ハーティス王宮だな。やるじゃん。リリーの心配事を解決できるよ。よくこの扉を選んだね。よかったね、リリー。はい、ありがとう、ルシル。嫌味なんだけど。リリー、何考えてるの？どうして怒らないの？そう言われましても。アーティスなら魔石あるんでしょう。なんか気まずいのだ。あらら、ルシルってばプリプリだね。同胞を殺されたルシルの気持ちを考えるとそう簡単には割り切れないのだろう。敵の仲間ってやつからあんな偉そうに言われたら腹も立つか。で、どうすんだ。座標転移バグの亀裂がまだ残ってるな。戻ろうと思えばさっきのストレインエリアにも戻れるか。衛兵さんたちが心配です。急いで王の間に向かいましょう。急ぐ。エニグマ、なんだ。ルーデンスのアリスがさっきお前のことをアラタと呼んでいたが、あれは一体？あれか。覚えてた。鋭い子だな。このエニグマは離れたとこから動かしてる操り人形みたいなものだってことは知ってるな。こいつを操ってる俺の本体の名前さ。あまり気にするな。なぜ敵が君の本名を知っている？しかも様と継承をつけていたように聞こえたが。会う奴らだった。お前のことだ。そこ突っ込
込んでくるとは思ってたよ。一度湧いた疑念に蓋することはできないだろうから、一つだけ言う。クレア、信じろ。俺とシーナを信じてくれ。シーナはこの世界を良くしたい。俺はシーナを助けたい。だからオデュッセイアを目指してる。それだけ。ま、今はそういうことにしておいてやろうか。他にも聞きたいことは山ほどある。今度キャンプでしっかりと聞かせてもらうぞ。ああ、いいさ。別に隠し事する気もないからな。だいぶ溜まりましたね。もっともっとください。新田様、まただ。また声のする夢。目覚めが悪いな。誰の声だ。やっぱり聞き覚えが。レリー、おやおや、新田くん、パソコン机の次はソファーで寝ちゃって。本当に風邪ひくぞ。毛布はっと、ああ、机に置きっぱなしだ。ほら、ちゃんとまたかけておくからな。少しでも寝て休むんだよ。お疲れ様。
シーナ、こっちで調査をしていて気になることが発生した。ちょっといいか。はい、何でしょう。お前さ、最初の最初、この世界で目を覚ましたときに、オデッセイの運営アカウントから俺にメールを送ったか。あ、メールですか。いいえ、私目覚めてからはずっとこのゲームの世界にいますので。目覚める前の出来事なら記憶が飛んでしまっていてわからないのですが。そうだよな。じゃあアイリスって知っているか。アイリス？ごめんなさい、それもわかりません。いや、俺たちもわからないんだ。しかし、そうか、人の名前っぽいよな、確かに。もし思い出したら言いますね。何かあったのですか。いや、ちょっと気になっただけだ。すまん。お前は何よりもその世界からの脱出だけを考えてろ。水無さん、大丈夫ですか。悪い奴らとか出てきてひどい目に遭わされたりしていませんか。相変わらず勘の鋭い奴だな。怪我とかしたら嫌ですからね。なあ、平気だよ。なんだ、泣いてんのか。心配してるんですから、これでも。悪い、ありがとう。約束してください、危ない時は逃げるって。分かったよ。お前の顔見るまで倒れられっかよ。ほら、顔作れ。リリーたちに突っ込まれるぞ。We'll be right back.
そうだな。この作戦で行く。あの敵の弱点は
集中しよう。今度は勝つ。もう大丈夫。ありがとう。頭を使え。私これ得意。ここかな。ここかな。ここかな。やった。大成功。私にはやることが。リリー、大丈夫か。ホームラン
アはエントマクイーンを倒してバグの増加を食い止めたはずなのに。マターズが以前よりも強くなっています。どうしてでしょうか。まさか新しいクイーン種でも現れたんじゃないだろうな。